はいどうもファンネルです。地球防衛軍5続きやっていきたいと思います。ということで102ステージ目強行突入作戦ですね。複数のマザーシップからテレポーションアンカーが射出されました。アンカーは世界各地に落下、至る所で混乱が広がっています。我々のエリアでは山岳地帯に集中的に落下、怪物だけでなくシールドベアラーまでが転送されてきました。ということでベアラーがいるんだから、ということで一応バルカン砲、セントリーガン、ポボスで、ベアラーに関してはちょっとレッドガードで侵入して叩こうと思ってます。はい、じゃあスタートします。ちょっと先ほど違う装備で挑んだら、なんていうんですか、ベアラーを倒しまくってたんですね、戦車の方で。そしたらまあ敵が量産増えてしまいまして、味方もまあその敵さばけなくなって結局死んでしまったので、まあちょび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 やっていきますかね。一個ずつ一個ずつ丁寧に、まずはレッドガード出せるまでちょっとバルカン砲とかをうまく使って、こっちに来てくれってありがてんだけどな。8痛い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 。ボボスも巻いとくか。もうグリムリーパー隊どこにいる。うわーって言ってることはあそこにいたのかな。大丈夫かな。レッドガードたまんねえな。グリムリーパーがいてこのざまか。あ、出てきた出てきた。アリ、あそこにグリムリーパー隊いたのか。向きが悪いな、バルカン砲。危な。ほぼすごめんごめんね、グリムリーパー隊終わって。これでレッドガード出せりゃいいんだけど。よし来た。え、なんでウィングダイバー突入させんの。やべ、エイリアン来た。バルカン砲早く来てくれ。でコンテナが来れば私の勝利は。おっ、たた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 。死体が邪魔で乗れるか。乗ったら勝つ。外した。ちょっと回復薬が出たんで回復して、じゃあベアラー壊していきますか。ちょっとずつやらんといかんんですよ。よし、シールドベアラーを破壊したか。ちょっとエイリアン邪魔ですね。血がいっぱいになってきた。クモも？ちょっとずつ倒して、あとはベアラーは左から行くか。本当はセントリーガン置きたいんですけどね。ピークル運搬中。ちょっと待ってね、ベアラーを落としたいんだけど。よし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 。やべえな、緑アリがいる。どっから湧いてきた。あれ、この辺になんかあったかな。なんか、まあ、レッドガードならなんてことはないんですけど、厄介なのは蜂ですよね。わざわざこちらの
捕捉範囲に入ってきてくれるとは。そしたら次があっちか。ベアラ2機んな。入った。よし。よくやった。シールドベアラを倒したぞ。ここにもいいんだよな。破壊しました。でちょっとここで降りて新しいレッドガードが出るまで耐える。よし。あっていうかあのとこにアンカーがあったとて、緑の変異種を確認。もう見てるよ。はいよ。よいしょ、危ねえ。じゃあアンカーをまず落としますか。おー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 、マジかマジか。この数は緑色ありのせいなのかな。ちょっと高いとこ行かないとアンカーがあってどこに残ってるか分かんないんだよな。こっちの方にはないな。ていうかもうあとこいつらだけかな。あ、いたいた、1個あった。聞いてください。何？私は神を探しています。俺がその神だわ。何の話だ。インドの神話にこんな記述があります。空から卵型の船が現れ、中から神が降臨した。卵型の船から神が。それはどうした。卵型の船に乗った神、それはおそらくエイリアンです。しかも王や皇帝のような存在だと考えられます。もしそのものを倒すことができれば我々の勝ちだと。それは君個人の見解のようだな。ああそっか。世界中の神話に共通して登場するのです。空から降りてくる宇宙卵が、卵から現れた神が人々に文明を授けたと。我々は軍人だ。想像ではなく現実に戦う。多くの兵士が今も戦場にいることを忘れるな。分かっています。さすがソーシル、ヒステリック起こさないで。信じたい、信じたいのです。戦況は絶望的。でも卵型の船を破壊すれば人類は勝てる。分かった。あ、分かったんですね。希望は必要だ。そういうこと。もう圧倒的な兵力の差で、兵力？兵器の性能の力で倒してやります。はい、じゃあ次が103旋風。怪物を引き連れたエイリアンを山岳地帯で確認しました。すでに山岳部全体が占領されている状態です。直ちに殲滅作戦を開始します。しかし敵の数に比べ我が方の戦力は十分とは言えない。毎回だろ。じゃあやってきますか。おお、危ない危ない危ない。セントリーガンはいらんかな。まあでも自衛に置いときてんだよな。もう安定すんだよね。緑アリ来た時用なんですよ。なのでフォーボスバルカンもうある意味これが安定になってきてますね。よし。でも後半あとそこまで緑あり出た記憶はないんですけどね。まあ、あいつら数出てきてくれるんでポイント貯まりやすいんで、うん、ラッキーっちゃラッキーなんですけど出てくると。変身よっさー。よし、じゃあ怪物を引き連れたエイリアンを殲滅する。降りないといけないのこれ。敵は山の向こうだ。行くぞ。
こういうところやっぱりウィングダイバーだといいですよね、飛べるんで。この山は敵に占領されている。油断するな。イエスサー、イエスサー。山を駆け上がるぞ。レラはほうへいったい燃えたぎる魂のタフガニだ。お前を守るよ。さあおたけびをあげろ。おう、それを知らず進め。この一連の流れが気合い入るんですよね。まだこのアリに使うほどじゃねえな。セントリーが味方に倒してもらってカエルいるな。一匹で行動してたか。ちょっとやばいかな。マジかよ。いつでも戦えるようにしておけ。イエス、上だ。上から来るぞ。上から来ちゃう。目標上空に向かう。好きなことを追求した結果、レッドガード来てもらわないとちょっと厳しいかな。ポイントがそこまでたまらない。こちら、爆撃機を殺す。攻撃は再開する。もう一回ちょっと敵を呼ぶことになっちゃうんだよな。でもバルカン砲、セントリーガン弾持ってきてよかったかな。でもやっぱりよいしょ、ごめんね隊員。もうちょっとでニクスのチャージが溜まった。新しいビークルを持ってきた。お前ら怖いね。よいしょ、ビークルにさえ乗っちゃえばもうあとは怖いもんはないかな。有効に使ってくれることを期待する。制圧完了だ。同行します。同行しますって言ってもあんたもう HP やばいよ。じゃあ山登っていきますか。フォボスがあるんで開幕フォボスで回復アイテムある。ちょっと失礼。味方も回復するかな、これで。エリアの声が。フォボス当てられりゃいいけどな。やべ、姿出しちゃった。こうだな。気づいてないんだもんな、あいつら。また湧くの。攻撃を再開する。空から来るぞ。翼のあるエイリアンだ。セントリーガンだな。なんとかこっちに来んのかな。痛い。セントリーガン自動でなんか鳴ったっぽいな。自動じゃないんですけど。こっちだよ、セントリーガン。上上。この距離では無理だ。待て。いけ。弾切れちゃうかな、そろそろ。弾切れたな。倒しといた方がいいんであれば
やるんですけど、あ、赤ガエルがいるな。これ落ちないよね。よし、放射状に、よし、攻撃せよ。でバルカン砲を赤ガエルにかましとくか。攻撃地点確認。こちら爆撃機フォボス、攻撃を再開する。射程距離外から。 B202 目標を確認。ダンゴムシのお出ましですね。であとあっちか。あれあっちなんかあれない？テレポート、あ違うな、死体だった。あれなんかここで湧いてきたような気がするんだよな、私の記憶では。とりあえずフォーボスで全体爆撃で、攻撃せよ。あら、いっぱい落ちてきちゃった。こちら爆撃機フォーボス、攻撃を再開。ちょい。いや。カエル料理がすごいですな。あれなんかあっちでなんかあった記憶があるんだけどな。アーケルスかなんか来たのは、あ、だいぶ前の話か。そっかそっか、だから記憶あるのか。こっちでアーケルスと戦ったことあるんですもんね、確か。あとはじゃあこいつらだけか。じゃあちょっと待ってください。セントリーガンを置いて、よいしょ。セントリーガンの方が優秀なんだね。有力型エリアの、いっぱい湧いた。いっぱいいる。もう一個じゃあビークル出して、来るまでにあれかな。バルカン砲ファイヤー。すごいすごい。ヤゴ型の宇宙船さえ見つかれば、なんつうの、あ、卵型宇宙船か。世界中の神話に登場する宇宙の卵。空戦とは思いません。必ずあるはずです。よいしょ。神が乗る。よいしょ。卵型宇宙船が。神話はともかく、敵のコマンドシップが存在する可能性はある。機関を叩くことができれば船団は崩壊する。そうね。存在すればの話だが。また敵置いてきちゃったからこんなことになっちゃったな。なんか相談してた。おいどうする、行くのやめようぜみたいなこと言ってましたね今。絶対それを私は奇襲してしまったのか。終わったな。どうしようかな、時間もう一個できるかな。ちょっと洞窟ステージだな、なきゃやりますか。滅びの車輪、世界中にテレポーションシップの大船団が飛来しています。投下された怪物によって全ての大都市が壊滅状態。このエリアにも多数のテレポーションシップが接近中。はいはい、テレポーションシップなら大丈夫かな。とりあえずじゃあやってみますか。バルカン砲が有効じゃなくなるな多分。じゃあこれを
リムペットスナイプガンにして、でセントリーガンは自衛のために、でポボスは多分まあ使えるっちゃ使えるんで、でレッドガードで攻めていきますか。よし、滅びの車輪行ってみましょう。いや、どんな感じかな。テレポーションシップを落とす、見える位置にいる。敵だらけだ。テレポーションシップに囲まれたぞ。当たるかな、あれ。赤いとこは見えにくいな。作戦司令本部は敵の攻撃を受けました。今は私がサポートします。1、2、3、よしよしよし、それがよしよしよし。展開中の部隊は全滅。セントリーが2個ぐらい置いとくか。ミッドいっちゃおう。なんかいっぱいいる。あれは赤いとこ見えねえもんな。レッドガー、見える見える見える。よいしょよいしょ、よし。おー、ボス。どうしよう、もう乗っとく。あのテレポーションシップ落としちゃおうか。よし、お口開きっぱなしですよ。いいんですか、そんなんで。おい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 、この状況でテレポーションシップを撃墜するなんて。私もびっくりですよ、こんなあっさりやれるもんなのかと。テレポーションシップハンターになってますね。信じられない。エイリアンが降下しています。降下しててもさ、テレポーションシップハンターにはなんてことはないですよ。痛い痛い痛い、あんまり刺さないで。一応全部落としちゃうから。あとあいつね。これで終わりじゃねえの、テレポーションシップ。あとは迎え撃つ。一応新しいの出して、いて、何の爆発、何爆発したの。一匹ずつ確実に。ビークルが来ちゃったよ。まだ行ってんの。ちょっと新しいビークルのとこ行こう。弾がなきゃね、話になりませんから。落下、よし。今デコイみたいな扱いにしちゃいますけど、よいしょ。じゃあ落としいくか。よし、なんか浮いた。なんかが来てんな。はいよっ。でこっちは何、カエル。なんでこいつこいつら飛んでんだ。で、あとはアリが1匹。揚陸船は敵じゃないよね、もう倒してんだよね多分。これで終わりか。敵の殲滅を確認。意外とあっさりだな。ありがとう。
いや、それが仕事ですからね。よし、これは自動で撃てんのかな。最近流行りの自動運転アシストがついてるんですね。はい、ということで無事もうあっさりクリアできたんでよかったです。じゃあ次回105魔獣のこれ宴やっていきたいと思います。ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。さようなら。